霧降り高原駐車場到着です。焼けてます。見晴らし台まで小丸山展望台まで行って朝日を見ます。階段です。誰も歩いてない。おお、ラッキ山到着です。
親切。モフモフ親切最高だけど疲れます。ゲストハウスに戻ってきました。親切楽しかったけど疲れた。